オッケー。テシオの春が来ました。間違えなくちゃかなと思ったまった。なんかかけたよ。これメーター超えたらちょっとこれ取れないよ。最高ですねこれ。なあ、最高だよここ。80、もうちょっとあるかな。最高のポイントですね。なんかドカンと出そうな予感がします。あ、来た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 、よしよし、幸せです、ラッキーです。なんかスピニングだとね、なかなかこうはいかないんだ。ここ最高だね、ここもな。さっきから最高ばっかり言ってるけど。おー、やったじゃないかよ。やっぱりこういうでかい川で大きい魚狙うとなったら、やっぱりベイトロンとベイトリング。ありがとうございます。最高だね、これね。ドカンと出そうな予感がします。最高ですねこれ。なあ、最高だここ。見ることないね。カウントダウンのね、あの重いやつを上流に投げてラインスラック取るだけ、じっくり沈ませる。今ずっと底を取って、底のところで流れていく。こうやってね、ミノは俺の方に頭向いてるわけで、これがだんだん開いてって、これ縦の U 字交換になるわけ。これがそう、これほら U 字になって、こっちも上流に向いた。でこれからジャーキング、これはこういう深場のね釣りです。魚がそこにもう定位してるっていうか、張り付いちゃってるようなことをシミュレーション、イメージして。これがもっと夕方になると流れ込みとか浅場に移動してきて餌を食うんだろうけど、どっぷり沈ませてあって、たまに煽って、で、海の流れを流れていって、目の前を通り過ぎていって、で、これで、上流に向いた、この位置ね、そっからこう。スピニングだとね、なかなかこうはいかないんだ。ミノも重たいし、ベイトロッド、ベイトリールだからできるベイトですよね。やっぱりこういうでかい川で大きい魚狙うとなったら、やっぱりベイトロッド、ベイトリール。ここ最高だね、ここもな。さっきから最高ばっかり言ってるけど。
まあ、お父さん、ここは水が太かったら入れないだろうけどね、危なくてね。あ、来た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 、よし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 、ゆっくり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 、巻きすぎだよ、巻きすぎ巻きすぎ巻きすぎ、向こうの静かなとこだけだよ、向こうの静かなとこで。おお、自動車バック、自動車バック、おー、糸、おーおーおー、やったじゃないかよ、素晴らしい、おーパーポント、おー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 、ちょい痩せだけど75? あー、いいじゃないですか、あー来ました。どんな感じで出ました。土の中からですね、突進してきて、まああと 2,3 メーターでピックアップっていうところのルアーをパクリと。森です。まあヒレが大きくてすごい、もう、いいシャンですね。すごい。いい。ギャンギャン走ってくれました。やっぱりロシアの人はヒレの大きさが違うよね。ね、ヒレ大きいですね。あ、そうなんですか。かわいらしいですな。かっこいいですな。まず僕の初めて見た手塩川の伊藤の印象なんだけどね、さっきもちょっと言ったけど、まずヒレがでかい、それから体がすごいスリムで力が強い、やっぱこう流れが強いところに行く魚なんだろうと思うんだけど、明らかにこれサルフツの伊藤とも違いますね。もちろんコッピ川とも違う、これはやっぱり手塩川の伊藤としか言いようがないくらい、やっぱり野生的ですね。ちょっと感動してます。前回の田中秀人に続いて今回森下が75センチだけど取った。でもね、これメーター超えたらちょっとこれ取れないよ。ベイトリール使ってもどうかなって感じね。こんなすごいこうロッキーでしょ、石がゴロゴロしてて、だからそういうところってやっぱりこうねずれる、メインラインがいっちゃう可能性もあるし、いろんなことを考える、まあ難易度が高いポイントですね。いろいろなんかこう参考になるというか勉強になる、やっぱり手塩がこれすごいいい伊藤でした。人生でね、釣ってみたいと思ってた魚の一つにまた巡り会えたんで、本当僕は幸せです。ラッキーです。改めてありがとうございます。最高だったね。最高。